浅間山はまあ俺は小さい頃から家から見えてて、3回雪が降ったら平地も雪降るって言われてぐらい、まあ生活の指標になってたりだとか、まあ道わかんなくなって路地に入っちゃったら浅間山見てあっちかみたいな、生活の一部に欠かせない、まあ、大切な山かなって思います。滑るって思ってなかったですね、正直。私ついていけんのかなって思いましたね。やっぱりすごい山だなって改めて感じますね。そうですね、まあ、雪の降らない地方で多分年1ぐらいのチャンスで、去年も1回行けて、すごいそのポテンシャルだったりとか、やっぱ山のすごさ、そこはやっぱり自分のいつも住んでるとこから見える山がこんだけやっぱり素晴らしいってことで、やっぱりぜひこう行きたいなってことで